はい。今回もビッグモーターについてやっていきましょうか。ビッグモーターチャンネルへようこそ。えここ最近、毎日のようにビッグモーターの現役社員、元社員による暴露大会が止まらない状況です。 この状況にパワハラ、不正をしていた社員は慌てているようでして、そのような思い当たる不死のある上司の方、今回上司に当たる方がですね、部下に対してマスコミに対して告げ口したら許さんぞーっていう風にですね、告げ口したら損害賠償だーっていう風にですね、社内で脅迫をしているようですので、紹介していきたいと思いますー <laughs> 一もビッグモーターに残ってたらですね、 秘密、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 秘密賠償、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 賠償,賠償つってですね。えー、LINE 送ってそうですね。<laughs> まあ、現在進行形で送ってないといいですけどね。もう、ビッグモーター出たんだからもう、ビッグモーターの社員にはそうやって LINE を、LINE は送っちゃいけないと思いますけども、うん、ビッグモーターに残ってたらそんな LINE も一つや二つなんか送ってしまいそうな、そんな雰囲気がしますけどね。で、これですね、後半で紹介しますけども、今回に限らず、過去から告げ口はやめろというようなことは言っているんですよね。もう自分たちはですね、悪いことをしてるんだーっていうですね、自覚があるんですよ。<laughs> ちゃんと自覚あったみたいですよ。<laughs> <laughs> まあ、リークされたらまずいって分かっててですね。なぜやるのか。ほんと頭悪すぎますよね。まあ、その時その時のお金がどうしても欲しいんでしょうね。えー、それではですね、早速ですが、まずは記事から紹介していきたいと思います。こちらですね。退職直前に地方転勤を言い渡され、ビッグモーター元社員が独白。 黒すぎる企業の実態。首都圏のある店舗に約2年ほど営業職で勤めた男性 A さんによると、給与体系や仕事内容は入社前後で全く異なっていたという。まあビッグモーターでよく聞く話ですよね。<laughs> またここでもやったかと、と、うん。それに耐えかねて退職を決意したが、4ヶ月前に言わないと辞めることはできないと上司から言われ、さらにはハラスメントを受けることになる。 まあ結局ですね、不正、犯罪に手を染めて、入社前に聞いていた条件以上の給与を獲得できた人しかですね、物を残らないんでしょうね。まあだからこそですね、不正、えー、犯罪をですね、続ける、そんな組織になっちゃうんでしょうね。急な転勤を命じられると、店長が辞めると言っている僕に移動の事例を出してきたんです。行き先は新潟と栃木、どっちか選べと、そんなの行くわけないので、どっちにも行きませんよと言ったら、 会社に問題がない自主退職ということねと言われました。まあ最初からですね、こう会社を辞める理由は会社に問題があるからですっていうふうにですね、まあ言われると思って <laughs> そうやって言うなよってもう、これはじゃあお前の責任だぞ、会社の責任にすんだよってですね、なんとかなんとか会社に問題がないというふうにですね、持っていこうとするわけですよね。で、店長が唐突に不可解な事例を出した理由は退職届を手に取って分かった。 退職理由の欄に一心上の都合と定年、結婚の三つしか選択できなくなっていて、これだとほとんどの人は一心上の都合にせざるを得ない。辞める人はみんな社員の勝手な都合で辞めるだけということにしたいんでしょう。あと、会社の中象をしないとか、いろいろ書かれた年書というものにも、 署名をさせられました。というのでですね。まあ、この会社の中傷をしないっていうのはですね、面白いですよね。<laughs> わざわざそんなこと書かせるなよと思いますけども、よっぽどですね、中傷されるようなことしてるんだろうな。<laughs> よくわかりますよね、えー。この退職届、ちょっと後ほどお見せしますね、えー。A さんによると、同僚の中には持っていた自分の車を会社に売り、さらに会社から中古車を買い、 これをすべて先輩の成績にするということをやらされていた者がいたという。まあこれですね、もういつも通り、ま、はパワハラを超えたもう犯罪ですよ、えー。保険金不正請求の問題は昨年あたりから広く伝えられていた話だが、A さんによると車を故意に傷つけて修理代を高くしているという不正についてははっきり関与したり見たことはなかったが、同期に近い整備士 B さんから耳にしていたという。 この辺りからですね、マスコミに言うなよーっていうですね、もう必死に隠蔽工作を図りましたマスコミに次口をするなと脅される。<laughs> 脅さないといけないぐらいやばいことしてるのかーっていうですね。この B さんに話を聞かせてもらうと、実は前に勤めていた別の会社でも似たようなことをさせられていたんですが、ビッグモーターはやってる回数や規模が大きくて、もっと悪質で驚きました。さすが急成長したビッグモーター。 MBA 仕込みのビッグモーターです。だから友達や親戚にはうちの会社に修理を頼まないように伝えたという。まあ、これですね、社員の方どうなんですかね、えー、ビッグモーターに自分の車預けられるかどうかって聞いてみたいですよね。<laughs> <laughs> まあこうやってですね、もう自分の会社も進められないようなですね、会社ですから。まあビッグモーターにはですね、隠さないといけないことがですね、いっぱいあるわけですよね。<laughs> <laughs> え、現役社員による貴重な話ゆえ、B さんにはもっとじっくり話を聞く予定だったのだが、7月からの騒動拡大で上司がマスコミに話をしたことが分かったら、損害賠償を請求するとですね、言い出したという。 スマホの着信履歴さえチェックをするような上司が怖いので、しばらくは連絡しないようお願いしますと、怯えるように取材を断られてしまったっていうのでですね。えー、マスコミに何か話をされると、まずい話なんてあるのかーっていうのでですね。えー、なんだなんだ気になるな気になるな動画のネタにしたいな。<laughs> この上司もやっとるなーっていうですね。えー、不正詐欺やりまくりだったなーっていうですね。えー、リークされてまずいことがあったらこんなこと言わないと思うんですけども、いやー、この後面白い取材が、うん、でき、できそうだったところでですね、こうやって逃げられる、うん、非常に残念ですね。はい。えー、こいちは大丈夫そう <laughs> もうこれ以上リークされてまずい話とかなさそうで、記事にはですね、ちょっとまだ続きがあるんですけども、今回の動画ではですね、ここまでにしておきますと。 で、続いてですね、えー、今回の上司からですね、このマスコミに告げ口すんなよというふうに言われた件について、これですね、今に始まった話ではなくって、これ今騒動になってるからそういうことを言ってるわけではなくって、過去からですね、ずっとマスコミへの告げ口、えー、ネットでのリークについてはですね、もうビッグモーターが恐れていたことのようですと。<laughs> えー、それがですね、この退職届を見ればわかります。もうだったら最初からやるなよと思いますけどね。 ちょっとまず、えー、っと、こちらのツイートを紹介します。あ、その前にですね、こちら。あくまで2019年のこれツイートですからね。だからこの時からもうそういうことをやってるわけですよ。えー、ビッグモーターの退職関係書類です。これっていろいろまずいことたくさん書いてないか退職自由なんて自己都合退職以外の理由を選べないようになってるし、先ほどの記事と同じことが書いてあるわけですよ。えー、書類一式出さないと正式な処理ができないだってよ。 こういう制約書や念書など出さなくてはいけない法律などないんですけど、というので,ですね。で、実際のですね、退職届も見てみましょう。こちらがですね、ビッグモーターから渡された退職届になりますと。まあ、もう指定されたですね、フォーマットに書かないといけないようになってますというところですね。 で、まずですね、まあ一番上はですね、まあ個人情報ですよね。名前とか退職、いつ退職するのかとかですね、どこの店舗ですかとか、生年月日とか。まあまあ普通の話ですよね、このあたりは。まあ、マイナンバーとかもありますけども、ビッグモーターにないマイナンバーなんて渡したくないですよね。<laughs> 何されるかわかんないですよね。電話番号すら渡したくないですけどねで。この下に行くとですね、確かにですね、この退職自由、もう2019年の時点からですね、一心上の都合と定年による退職、それから結婚しかですね、 もうこの三つしか選べないようになってるんですよね。もうこれは4年前から変わっていませんと。まああとはですね、残りは他のまあ普通の退職届と同じかなというふうに思います。まあ住所ですとか、まあ退職後の制約事項とかそういうことですよね。離職届とか入社いつした、勤務何年したとかそういうことなので、まあまあ普通の退職届かなというふうに思いますと。 で、続いてですね、2枚目ですね。えー、2枚目がですね、結構やばくってですね、えー、まあこれ、BM ホールディングスって書かれてますけども、まあこれがですね、ビッグモーターのグループ会社です。まあもうほぼビッグモーターと思っていただいていいかなと思います。この、えー、タイガさんって読むかな読むのかなオーガさんって読むのかなこの方がですね、一応ビッグモーターでの上層部にもいた方なので、まあまあ、あの、ビッグモーターと思っていただければいいかなというふうに思います。 早速なんですけども、この制約書ので、この年書のですね、一番ですよね。これ一番からですね、すごくってですね、一番に何が書いてあるかと言いますと、まあ、一番重要なことだから一番に書いてあるんですけども、記者及び役職員に対する誹謗中傷に組みせず、名誉を貶めないよう配慮することっていうのでですね、<laughs> いやいや、なんでこんな項目が一番なんだっていうふうに思ってしまいますけども、こんなのビッグモーターに在籍していた、在籍していないって関係ないじゃないですか。 退職するときに書くもんじゃないですよね。別に退職届は何にも関係ないじゃないですか。これだって会社にいるときからこんなん注意しないといけないことですし、ビッグモーターと関係ない人でも注意しないといけないようなものじゃないですか。もうですね、この人たちですね、今まで散々退職をこの決断したですね、今、こう退職届を書いている従業員に対してですね、今までずっとパワハラしまくったりですとか、不正作業させまくったりしてるからですね、もう相当誹謗中傷を恐れてるんでしょうね。後でやばい攻撃 されるっ,つって <laughs> 今はですね、在籍中にはですね、オラオラーっ,つっていうこと聞けこらーっ,つってですね、えー、やるくせにですね、いざやめるってなったらですね、出ていったらやばいもう、えー、締め付きができない何誹謗中傷されるかわからないわからないもう何リークされるかわからないっつってですね、もう相当誹謗中傷を恐れてるわけですよね。その他の項目はですね、結構普通の項目でして、 ま、内部の情報を外に持っていくなよとか、まあ、ノウハウを持っていくなよとかですね、そういうことが書いてあるわけですけども、まあ、普通の項目なんですけども、もう一番、一番わかりやすいところにですね、この誹謗中傷すんなよと。<笑><笑>こんなことを書いてる時点でですね、なんか、外から内部事情を話されるのがですね、よっぽど嫌だったんだなとっていうのがですね、よくわかりますよね。だったら内部にいる時に嫌がられることやんなよって話なんですけどね。 まあもちろんですね、他の項目にもある通り、まあノウハウとかですね、機密情報を漏らすのは良くないですよ。でもですね、ビッグモーターの場合は違うでしょと。パワハラをされて嫌いになった上司の誹謗中傷をするなよと。<laughs> 環境整備点検に来た、その上層部の嫌な奴らの誹謗中傷をするなよと。えー、不正詐欺をしているなんてですね、名誉を傷つけるようなことをするなよと。そういうことですもんね。それが名誉毀損になるのかな。不正詐欺してるから告発してるだけですからね。<laughs> もう最初の記事にもありました通り、マスコミにリークしたらです、損害賠償だーっつってですね、まあそんな普通念押ししないですよね。だからこそですね、やっぱり念押しするぐらいなので、相当自分たちがまずいという認識はあるわけですし、まあ悪いことやってるというですね、えー、そういう思いは一応あるみたいですね。はーい。えー、こんなのですね、損害賠償を認められないですからね。<laughs> 犯罪詐欺を告発して何、何が悪いんだっていう、まあ、従業員の人からしたらそ、そういう話ですからね。いや、こんなのいちいちサインさせるなよというふうに思いますけどね。はーい。 え、皆さんですね、今回、ビッグモーターを辞めようとしていた人がですね、上司から、えー、辞めた後にですね、内部告発するんじゃねえぞーっつってですね、何かリークしたら、損害賠償だーっつってですね、まあ、脅されているわけですけども、まあ、皆さんですね、このような不正ですとか詐欺の内部告発について、まあ、この内部告発ですね、どんどんされるべきだと思いますでしょうかまあ、やる、どんどんやれーっつってですね、思いますでしょうかまあ、少し控えるべきじゃないかなというふうに思いますでしょうかえー、こちらですね、皆さんのご意見について、えー、お聞かせいただける と嬉しいでえ、こちらですね、アンケートはですね、こちらのツイッターのアカウントでアンケートを実施しております。えー、こちらの動画の概要欄にツイッターのアカウント載せておりますので、えー、動画をご覧になった後ですね、ツイッターに飛んでいただいて、アンケートに回答いただけると嬉しいです。で、アンケートの回答終わりましたら、ツイッターのフォローの方もお願いします。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。